俺たちはもう終わったんだ。まだまだこれからだけど。あのこと公表してもいいんだぜ。おい大丈夫か。おいおい、そうなればお前はプロデューサーとして終わりだ。よしお前ら今夜は飲むぞ。俺はお前にずっと嫉妬してた。あ？りょうさんとお前が喧嘩している理由なんか知んねえけど、最後はダイダラボッチをりょうさんがプロデュースするんじゃないかって。それになんか今日は人前で弾く気になれなくて。へえ。それにさ、それに小屋だって全然取れないし、もう河原で弾くしかねえだろ。まだん諦めてないのか武道館の夢。当たり前だろ。諦めるなよ、何があっても。え？人は裏切っても音楽だけは裏切らない。うん。この曲は俺が憧れ続けた人、片山亮に捧げます。僕を見てくれないか、そばにそばにいても。響いてくメロディー、また紡がれる音は確かな新しいフレーズ。始まりになって描いてゆくもの、それを一歩と呼ぼう。新しいスタートラインここだって決めて越えていこう。大事な夢と希望でただ一歩進むっていうシンプルプランがいい。それだけで望む場所近づく。